海老ナヒ也は日本の政治家、北海道釧路市長、北海道釧路市出身、北海道釧路古良高等学校卒業、青山学院大学退学後に中川一郎衆議院議員の秘書となる。その後、中川の筆頭秘書であった鈴木胸釧路事務所長となる。自民党所属の釧路市議会議員を2期務めた。1999年、 国会同議会議員選挙に無所属、自民党推薦で立候補し初当選。同議を3期務める。2008年10月2日、伊藤吉孝釧路市長が第45回衆議院議員総選挙への出馬を表明し市長を辞職。これに伴い11月2日に行われた釧路市長選挙に自民党出身ながら民主党、新党第一の支援も受けて市民党を標榜して、 立候補し初当選。2012年10月21日の市長選で、中谷春子8408票、八村博明1393票に対し、4万977票を得るという圧倒的大差で再選された。2016年10月23日の市長選で、元市議の石川明美を破り参戦。二千二十年十月十八日の市長選でいずれも、 元市議の鶴間秀則、松永俊夫の2候補を破り4戦。ありがとうございます。